この形から刀の形まで叩いて伸ばすんですか。そうですハンマー一つでやっていくんですか。そうです、ハンマー一丁でね、あの形、刀の形にするのはハンマー一丁です。その後鋼を温め叩き伸ばし続ける。そして鉄の塊は刀の形へ姿を変えていく。吉原はハンマー一つで設計図も型も使わず、根元から切っ先まで完璧な刀の形を作り上げていく。これやっぱあの刀の底を浮かばすんですか。これね、浮かば浮いてるとね、長く叩けんですよ。ああ、それはいつまでも厚くするためってこと。うん、そう、冷めないからね。つけちゃうと、あ、熱が流れちゃうってことですか。そう、いつもついてるとね、あ、下にこう流れちゃうんだ、電動率いいから。そうそう。吉原は刀身を浮かせながらハンマーを打ちつける。ハンマーで叩きながら刃の両側が全く同じ角度になるよう打ち出していく。これはハンマーと金台の角度を一定に保ち、切っ先まで全て刃を同じ角度で打ち出す、まさに神業のような作業だ。吉原はこの時すでに刀のラインとしての美しさが見えているという。胸の線とね、この刃の方の線とね、それをあの、なんていうかな、すんなりした線を刃まで出していくっていうことが形作る上ではすごく大事なんですよ。まあ線と線の組み合わせですからね。あのお弟子さんたちが一人でできるまでに大体何年ぐらいかかるのか。そうですね、今はね、作っていいっていう許可をまずもらわなくちゃいけないんですよね、はい、それがもらえるのがね、5年ここで修行してね、あと文化庁でやるあの試験みたいなものありましてね、それで OK 取れれば、6年目からはあの自分で作っていいことになるんですね。吉原さんはおじいさんの代からあれでしょ。